積み重ねた毎日が色を変え目をつける、これまでの汗も苦労も吹っ飛んで、あの人を思い出す。思ってたより厳しい世界だなっていうのは感じますね。うまくなかなか育たない時期とか、ハウス一棟ごとに性格が違うので、地下水の関係もあるっていうふうに言われるんですけど、何が原因なのかっていうのがなかなかつかめなくて。優しい息子みたい、息子みたいですね、なんかね明日どうしようかなっていう時に、やりなさいやって言われてあ、じゃあやろっかいう感じで、まあ、ケツ叩いてもらいながら大きく広げたいとか、全く新しいことをチャレンジするっていうタイプではないので、今のハウスをしっかり守っていくっていうことを一番に考えています。